団地ってのは妙に不気味なんだよな。やたら静かでよ。まだまだいそうだな。あと、もう少しだな。気を引き締めろ。相手は何をしてくるかわからないぞ。様になってきたじゃねえか。
こんなもんか。アキト、あの光は消えてる。急いだ方がいいかもしれねえ。話のわかる神様だな。なんだ？これって。可もなく不可もなくだな。
あ、ごめん、ドッグフード持ってなかった。光はこの奥に集まっていたはずだ。見守ってくれそう。そうだな。魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。ここから行けそうだ。つけられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。現代が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ、ケイケ、待って、マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。
てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。まさか。ケケ、どうした？誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。あと、こいつから離れろ。引き離さないよ。ゲケ、あと、今のお前ではまともに戦えない。こいつの近くに回って様子を伺え。無事か。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった、気づかれないように背後に回ってみる。デリ、あなたの気持ちも分かる。だけど私にはその決断はできない。私は戦いたくない。お父さん、お母さん、リンコさん、私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだろう。そのことに疑問を抱かなかに使えそうだ。狙われているぞ、ヒーロー。相手には死角がある。背後を取るんだ。アンチョ、逃げろ。まともにはやり合えないぞ。を取る。
止める方法を考えなきゃ。機会を伺おう。尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。背後に回らないと。チャンスだぜ。飛び込んでやれ。ここがあいつの弱点だった。また拾ってきたの？仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。まともに戦えない。こいつの近くに回って様子を伺え。
ケイケ、無事か？こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。わかった。気づかれないように背後に回ってみる。エリカ、あなたの気持ちもわかる。だけど、私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。でも、もう違う。背後に回ってみる。また拾ってきたの？仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫は変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。正面からは無理だ。背後に回らないと。
あいつを追わないと。この子、まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。はい、あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。